げとこうね。ウェルカムトゥドリームインエミシェア。毎週月曜日12時からの1時間、笑顔を作る保険相談サロンエミシアがファッション、ミッション、ハイテンションなノリで山田真と中村清美がお送りします。番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。番組に関することとか、あと身近で起こったあの面白いことなど、あの送っていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。メールアドレスいきますね。はい、メールアドレスはFM 数字の792アットマーク FM-NIRAI.jp です。はい、お待ちしております。お待ちしております。それでは、本日のオープニングナンバーをご紹介したいと思います。6月23日に慰霊の日があったということでですね、命の尊さを訴える歌になります。エンディングでも使わせていただいております。ハイサインさんの君の足跡お聞きください。マイク3だろ。じゃあもう両方上げる。3にしたら入ってたよ今。本当？2ってなってるんだけど。両方上げてた方がいいかも。うん、3ってどこにあるんだ。あ、社長のところが3じゃない。ん？社長のところが3じゃない。違う。こっち1これがマイク3だ。1、2、あ、じゃあ2と3上げればいいんだ。うん、そうじゃあこっちの声も入ってないんだ。シュウさんの声、これで入ってたよ。入ってた。うん、でも私の声がこれでは聞こえなかった。2と3で上げるね。
はい、BGM が入りませんのでスタートしたいと思います。改めましてこんにちは、笑顔を作る保険相談サロンエミシェアの山田真です。こんにちは、中村清美です。今日は6月の26日です、はい、ということで、はい、もう6月の最終の月曜日ということになりますね。はい、今日はあの番組のスタートにですね、毎回、メッセージを送ってくださっている、なおちゃんから告知の依頼がありましたので、はい、それを先にさせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、ヤンバル女性優待の、地域貢献特別セミナー、なりたい自分は自分の中にあるというセミナーが、7月8日土曜日、場所が、名護市にあります名護中央公民館で、開催されます。時間が、第1部10時から12時半、講師が山本京子さんで、テーマがヤンバル女性の心の断捨離術、そして、第2部が、13時30分から、15時30分まで、講師が村田優子さんで、ヤンバル女性の人脈術ということで開催されます。参加費がヤンバル地域、女村以北ですね、はい、の方は、1500円、うん、でヤンバル地域以外の方は、2000円ということで、定員が50名となっているようです。無料託児所も準備していて、そこは、乳幼児のみで定員15名ということで、準備されているようです。主催が女性活動サークル極女子会ということで、この極女子会というのが、それぞれが欲する世界で一番愛されて一番目立って楽な立ち位置で輝くをモットーに活動する女子のグループです。自分らしさとは何かを見つめ追求し極めることにより互いにより豊かなキャリア形成につなげていくことを目指していますということで、頑張る女性の方々が、一堂に集って、セミナーを開催するということですので、さまざまな方がですね、このセミナーのご案内を、はい、SNS を活用したり、あるいはその訪問をしてご紹介をしたりとかっていうことで、しているようです。勢いのある方々が企画しているセミナーですので、はい、定員50名はきっとあっという間に埋まってしまうんじゃないかなというふうに思いますので、うんうん、ね、そうですね、うん、ぜひ一人でも多く、はい、早く、応募をしていただきたいなというふうに思います。はい、で、はい、今日ね、はい、その奈緒ちゃんからこのセミナーの告知依頼があった中で、うん、実はちょっと僕が伝え間違ってしまって、うんうん、ほら、毎回そのメッセージいただいてるじゃないですか、はいはい、で今回はないんですかということだったんで、うん、いや今回は、うん、今までの振り返りをします、うん、はいはい、っていうのは僕は、今までの放送を振り返る、うん、一日にしようと、はいはい、放送にしようと思っていたんですけど、うん、その言葉をうまく受け止めてくれてというか、はいはい、今までの振り返りということで、うんうん、ご自身のですね、うん、今までの振り返りということで、うん、メッセージをせっかくいただいているので、はい、ご紹介をしたいと思います。はい、お願いします。僕で読みましょうね、うん、お願いします。新さん、清美さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。梅雨が明けて一気に夏日になりましたね、うん、セミの鳴き声が暑さをさらに感じさせますが、夏バテしないようにしっかり栄養を補給したいですね。今日のテーマ、振り返り。会社を退職してこの1年を振り返ってみました、うん、一言で表すと怒涛の1年です、うん、やりたいことが見つかり、それに向かってがむしゃらに、そして積極的に学び交流会へ参加しました。この1年でさまざまな紆余曲折があり、それでも走って歩いて時には立ち止まり、それでも今も諦めずに頑張っています。頑張っていられるのは私のことを理解し応援してくれる仲間がいるから、仲間が支えているから頑張れるし、前向きに上を向いて歩いていける私がいます。慣れ合いだけでない切磋琢磨できる仲間に恵まれているなぁと振り返って改めて感謝しています。これからもお互いを支え合える仲間を大切に楽しく頑張りたいと思います、ということで、うん、怒涛の1年を振り返ったメッセージをいただきました。ありがとうございま す。本当に怒涛というか、一生懸命やりたいことをまっすぐに、やり続けているので、はい、頑張って歩みを、まあ、歩みを止めずというか、まあ、止まることも必要な時もあるかもしれませんけどね、うんうんうん、本人の
メッセージにもあるようにですね、うん、立ち止まったりすることもありながら、やっぱり、でもそこで止まるのではなく、また一歩一歩ね、はい、歩いていくということが大切だと思います、うん、はい、頑張ってくださいと思います。はい、ありがとうございます。はい、セミナーの開催、正解に終わることに祈っております。さて、はい、まあ、今日オープニングテーマで、はい、ハイサインの君の足跡を、うん、おかけさせていただきましたが、はい、まあ、我々も好きな曲でね、はい、まあ、6月23日慰霊の日だったということで、まあ、沖縄という地域にとってはですね、うん、非常に大切な日で、うん、まあ、沖縄にとってというよりも、うん、全世界においてですね、はい、やっぱり戦争より悲惨なものはないという、うん、この言葉を、うん、皆さんにずっと伝え続けていかないと、うん、皆さんにというか、うん、我々後世にもですね、はい、伝え続けていかないと、うん、いけないことだなということを改めて感じさせられる、うん、慰霊の日だったんですけども、うん、慰霊の日で、うん、まあ、平和の礎をね、掃除をしてみたり、うん、あるいは、更新をされる方々だったりとか、さまざまな形でですね、うん、戦没者を慰霊するという思いを表現をするわけですけど、はい、興味なんかは、はい、そのご遺族の中に、うん、戦争で亡くなられた人っているはずですけど、はい、なんか特別に慰霊の日って意識してやってることとかってあるんですか？は、そうですね、私がこの父親母親から聞く中では、うん、なんか、うん、戦争で亡くなられたとかっていうのは聞いたことがないんですね、うんうん、ただ戦争はうちの父母、うん、共に体験はしてて、うん、まだ小さかったんだけど、うん、その時の話はよく聞かせてもらってて、うん、実は昨日ね、うん、父が生まれ育った宮城島なんですけど、うん、そこの祖先のルーツをたどるみたいな感じで、うん、私たち家族で行ってきたんですよ、うん、で、もう山道を登っていったりしながら、ここから機微を運んでたよとか言いながら、うん、で、とてもなんだろう、この島全体を見下ろせる場所があってですね、うん、そこに行った時に、でその見下ろせる下が防空壕になっているみたいで、うん、そこに父家族、うん、父でも祖父はもう兵隊で出てるので、うん、父親とおばあちゃん、私からしたら祖父とそのまたおばあちゃん、うん、ひいばあちゃんが3名で暮らしてたみたいなんですよ、うん、でそこに逃げてきてて、でその防空壕の中でずっと暮らしてたっていうのを聞かせてもらったんだけど、うん、その時にやっぱり飛行機が、うん、ここから行きよったとか、うん、雨降るみたいな感じでもうすごい爆弾が落ちていったとかっていう話を聞かせてもらったところでした、うん、そうそう、なんかまだ何歳なんだろう、 4,5 歳ぐらい、5歳かな、うん、ぐらいなんだけど、まだ鮮明に覚えていてですね、うん、その話を聞かせてもらってて、本当に今ね、やっぱり平和な時に私たち生まれてきててっていうんだけど、うん、頃っていうのは本当に悲惨な大変な時期を、うんうん、過ごしてたんだなっていうのを改めて感じさせてもらいましたね、はい、今はね、日本は、いわゆる平和という状態では、うん、あるんですけども、うん、やっぱり世界中で考えると、はい、やっぱり今も戦争というのが起きている地域があると、うん、いうことを考えると、うん、やっぱり、二度とあってはならないことだし、さまざまな、ね、うん、思想考え方があるとは思いますが、うん、戦争はあってはならないという、うん、ここは、うん、やってはいけないことなので、うん、何もいいことないので、うん、そうですよね、というふうにね、うん、思います、はい、大切な日を、大切に、うん、これからも我々もしていかないといけないなと思いますね、うん、なんか私感じたんですけど、うん、やっぱりほら今は戦争を体験した方がいるから、うん、それを私たちは引き継いで話を聞いてますよね、うん、それまた次につなげていかないといけないんじゃないかなと思っていて、うん、で昨日はすごい父親の話を聞くことができたんだけど、うん、これをまた秋にもう一回、うん、一緒に行ってもらって、うん、でちょっとビデオに残しておいて、うん、これをこれから先、うん、次々とちょっと伝えていけたらなって、うん、なるほどね、うんうん、そうだね、うん、ただやっぱりね、もう一つ言えるのは、うん、
今の時代ね、はい、平和な今の時代に私たちが感じる、うん、平和ということとか、うん、先輩たちから引き継いできたことも、うん、また、我々が今現代を生きてるからこそ、はい、感じることもしっかり伝えていかないといけないというふうに思うので、うんうん、我々もいつまでもさ、うん、どっかで語り部の方々、はい、ね、うん、だけじゃなくて、いずれ私ども、うん、たちもそういう時代が来るんだということを考えて、うん、未来の子どもたちのためには準備をしていかないと、うん、またしっかりとした考え方を持たないとダメだなというふうに思いますので、うんうん、はい、頑張っていきましょう、はい、ということで、はい、今日は今までのその放送をちょっと振り返らせてもらおうかなというふうに思っているんですけど、はいはい、この番組はさまざまなゲストの方々に来ていただいて、はい、でゲストの方々がやりたいことであるとか、うん、をここで一緒に共有させてもらって、うん、何かお手伝いが少しでもできればなと、うん、あるいはその中の体験から、うん、リスナーの方々に共感していただける言葉がきっとあるだろうということで、はい、素敵な方々をずっとお招きをしてるんですけども、うん、第1回目のゲスト、はい、覚えてますか。はい、玉城信也社長でしたね。そうでしたね、はい、エコピース、はい、はい、この地域になりますね、うん、北谷町になります、株式会社エコピースの、当時、はい、社長でありました、はい、エコピース代表取締役社長玉城信也さんに来てもらって、うん、お話をいただきました、はい、現在は、うん、会長か、会長だったかな、相談役だったかな、うんうんうん、に、なられてですね、うん、はい、後輩がまた引き継ぎながら会社を盛り立てていますけれども、うんうん、その時の放送の、うん、印象というか、はい、なんか覚えてる印象、私は信也社長はすごく、うん、男らしいっていうイメージがあってですね、うんうん、で本当に、いつも頭の回転がすごいですね、うん、次はこれをやろうとかっていう、うんうん、前に進む力っていうのが素晴らしいなって思っていて、うん、はい、すごく尊敬は、若いのに頑張っていらっしゃる社長だなって、うん、ね、北谷町で、うん、のみならず、はい、やられてる仕事の主なものが、うん、リフォームだったり、うん、クーラーだったり、はい、さまざまな建設業全般ですね、うんうんうん、の仕事をしていますので、はい、ぜひ、北谷町にあります株式会社エコピースさん、うん、応援をいただければなというふうに思いますね。はい、信也さんありがとうございました。ありがとうございました。その次、はい、その次誰だったでしょう。どなたでしたっけね。今ねたくさんの方に来ていただいたの、はい、順番がね、ちょっと、その次がですね、はい、オリーブグリーンの中本忍さんに来ていただきました。ちょっと緊張していたよ、ね、いつものね、そうそうそう、忍さんの明るさ、うん、もっと明るい ね、すごいパワーのある方だけどね、緊張してたの思いですね、うん、うるま市の方で、はい、お花屋さんですね、うん、を、経営していますが、うん、いや実は昨日も、うん、私、51歳のだった、はい、ハッピーバースデーでしたね、はい、はい、で突然ガチャって開いて、うん、会社のドアが開いて、うん、なんか今日こっちに誕生日の人がいると思って、いるって聞いてきたんですけどということで、うん、ご夫婦で、いらしてくれていて、うんうんうん、で大きいベアのね、ねえすごいあれ可愛かった、体を抱かして、うんうん、届けていただきましたが、うちのエントランスに、会社のエントランスに作ってある、ブースに、はい、そこでソファーにきっちり座れる大きさの、うんうん、大きいぬいぐるみを、うんうん、いただきました。沖縄県で、うん、まあね、お花屋さんたくさんありますよ、はい、で、はい、各お花屋さん特徴があって、うん、素敵なお花、ね、うん、作ってますけれども、うん、ここも非常に、はい、特徴は、うん、持ちがいい、そうすごくいい、ね、ね、ここのお花は 長持ちしますね、うんうんうん、そうだよ ね、さ花ってね本当にもうパッて枯れてしまうのが多いんだけど、何なんだろうそれだけ愛情を込めてくれてるのかな、ね、ね、うるま市にあります、はい、オリーブグリーンさんですので、うんうん、何か、お花が必要な時には、ぜひご指名いただきたいと思います、はい、で、当社株式会社エミシェアも、うん、はい、6月の23
8日からかな、うん、7月7日まで、うん、店内の方で、うん、七夕祭りだはい、そうですね、うん、を、店内で開催することになりました、うん、で、お子様に、はい、あるいは大人でもいいですよね、うんうんうん、短冊に願い事を書いてもらって、なせっかくその描いてることが、うんうん、形になっていくように、うんうん、書いてもらったり、はい、でそこで、この短冊をオリーブグリーンさんにお願いをしています、うん、あの様々なことが相談できるお花屋さんなので、うんうんうんでパパって動いてくれますよね、すぐね、はい、うん、ありがたい、はい、ありがとうございました。でその次が、株式会社スリーピースの、新地大輔社長に来ていただきましたね、はい、うんうん、大輔も緊張してる、ね、してましたね、ねうん、で、まあ今あの株式会社スリーピースのお仕事だけじゃなくて、はい、業態を、広げようということで、うん、大輔さん本人がですね、うんはい、いろんなチャレンジをまたその後、うん、あの放送後、うんうんやっています、うん新たな展開がまた生まれてきたら、はいゲストに来ていただいて、うん、その事業の、はい進行状況だったりも、うん、話してもらいたいなと思いますけども、うんうん北谷町の、はい北多摩ライオンズはいはい、にお子さんがいて、うんはい子供3名が今度、派遣らしいんです7月後半だったかな3名って言ってましたねお子さん3人とお子さん3名が、福岡に派遣をされるということで、うん、今、はい、資金造成活動で死にパタパタしていますで、工事なので、はい大輔うん、ご本人も行かないといけないということで4名行く、うんうんうん、大変だよねおそらくプライベートで行ったら奥さんも行くはずなのでそう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 、はいはいはい、となると、うん、もう資金大変よ7月のこのシーズンに入ってからのものなので、うん今タオルだったり、うん商品券商品券だったりを、うん、あの売りさばくということで、うん、必死に走っておりますので、はい、ぜひあの、まあ、北多摩ライオンズ、うん、地元になりますので、うん地域の方々にも応援をしていただいて、はいメモを持っていただけたらなというふうに思います皆様の周りでも資金造成活動の、お願いがあるかと思いますが、うん、ぜひ、ご協力をいただければなというふうに思います大輔さん頑張ってねはい、続きまして、はい続いてのゲストが、浦添の池原千佳子さんです、ねはい、あはい千佳子さんも ね歌も歌ってくれたりとかねそうそう素晴らしいんですよね活動が、ね、本当に子どもたちのために一生懸命ね活動している姿がもう素晴らしく、うん、Facebook を見ても本当にね、うん、動き回ってるっていうのがすごいです、うんはい、やっぱりこのご夫婦力を合わせてですね、うんうんやはりその地域のことを考えて、うん何ができるかという、うん、昨日も話されてたんですけど、うん、あの会う機会があってですね、はい、やっぱり地域になどういうふうに貢献していくか、うんでソフトな面もハードな面もできることがまだまだたくさんあると、うん、でやっぱりその課題を、はい少しでも形にできるように、うん動いていきたいということで、ご主人も、今度またあの責任ある立場で、うん移動されましてですね、はい、今度はあの社会福祉というところ、うんでの、活躍がまた期待されます、うん、あの池原さんの力だったら、うん、またより一層、うん地域に貢献をして、うんいい社会福祉を作ることができるんじゃないかなと思うので、うんますます頑張っていただきたいなというふうに思いますねはいそうですね、ねもうでも本当に夜寝る時間もあるかなと思うぐらいね一生懸命頑張っていらっしゃるのでそうそうそうまず体調の方はあの整えながらよろしくお願いします、はい、はいずっとお話をし続けましたが、はい、途中でちょっと一曲挟みたいと思います、うん、久しぶりに、吹奏楽でですね、ディスコパーティー2をお聴きくださいですね、はい時間どうかなまだ2週間ねあと何名まだまだいまだまだいいよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12名。ただなんとなく喋ってるから今度はお前が多く喋ってるしよ。俺がずっと喋ってるから。次
かどうでもいい話ばっかりしてるわけよ。だから、どんなことというか、喋ってみて。いい子さん、川村さん、ゆきえ、iPhone クリニック、いく、やむちゃぜん、あやめさん、FM よみたん、大峰千恵子さん、吉田館長、で、前回のあやめさん、吉田さん。じゃあバイトで行きたい。ディスコパーティー2ってディスコパーティー2じゃないけど。だったかな。ディスコパーティー2かな。ディスコっぽい曲だよ。うん。ディスコでしょ。ディスコ。ジンギスカン、ディテルティテテ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 テどれだ？何が嫌だ？ん？何が嫌だ？何？嫌だって言わんかった。聞こえない。嫌だって言わんかった。
嫌だ。うん、言ってない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 歌ってたんじゃない。なんか見ながら嫌だって言ってるような感じ。なんかさ、ちいかなんかの時思い出さん、よくやってたさね。何年前だろ。ちいかだったらもう相当前さ、10年前。あと40秒ぐらいない。時刻は12時31分です。 FM2 台のサテライトスタジオからドリームインエミシェアをお送りしております。はい、ちょっと長くなりましたが、はい、ディスコパーティー2をお聞きいただきました。前半ですね、はい、今までゲストに来ていただいた方のご紹介を、改めて振り返ってさせていただきましたが、はい、続いていきたいと思います。はい、12月、昨年のですね、12月12日放送分で、うん、株式会社 SC 沖縄の嘉手納伊子さんをお迎えして、ね、はい、お届けをしました。うん、時興味みんでなってたの覚えてる。なってましたっけ。うん、なってたね。写真見たの。そう、あ、そう、うん、やばい。そうそう、ちょっと悪いの見てしまって、ね、はい、物もらってましたね。はい、からもらってきたかわからないけど。でした、ね、はい、来ていただきました。うんうん、人柄が伝わるね、はい、お話でしたけども、うん、伊子さんはほら英会話を習ってるっていうことで、うんうんうん、じゃあもう一緒にやろうよとかってやってたけど、 それちょっとねやってないね。私こっちになってるな。うん、何だったっけ。英会話を習っているけど、うん、ちょっとまだほら 初級で入ったはずが、うんうん、結構難しいということだったんですよね。うん、だからなんかなんちゃってスクールじゃないけど、そうそう、自分たちでじゃあやろうよって話はなっていましたよね。はい、これもう実行しましょう。はい、話だけしたらね、そうそうそう、やっぱり英語できる人ってかっこいいさね。うん、かっこいいね。本当に最近何かで誰かが英語で喋ってるのを見て、うん、わ、かっこいいなって思っててね。うん、だからね、少しでもいいからやっぱり英語で話しかけられたってちょっと緊張したりとかするので、伊子さん今どうなってるんだろう。How much とディスカウントプリーズしか。Yes, yes. Oh my god もわかる。そうそうそう。伊子さんあれからちょっと成長してるかな。ちょっとね、またこれも確認しながら。そうですね。うん、計画しようということだったので、うん、やっていきましょう。話こっちならね、進めてください。はい。じゃあ伊子さんとちょっと、うん、進めてください。進めていきます。ね、はい。お願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。その次が、はい、12月の27日の放送になりますね。うん、去年最後の放送ということで、うん、ゲストに、東京海上日動安心生命の、川村社長をお招きして、はい、お話をさせていただきました。うんうん、まあ、エミシアとしては、はい、東京海上日動安心生命さん、うん、アフラックさん、はい、ソニー生命さんという生命保険3社と、はい、損保、東京海上日動、うん、東京海上日動火災ですね、はい、の、取り扱いをさせてもらってますが、はい、うん、河村さんに大変お世話になってますよね。そうですね、もう本当にエミシェアのことをすごく気にかけてくれて、うん、いっぱいいっぱい力をいただいてますね。うんうん、やっぱりその思いとか力をもらっていることで、うん、私たちもいっぱい、ね、刺激を受けて、うん、本当に頑張らんといけないなと思う気持ちでいっぱいですね。はい、まあ、河村社長のおかげで、うん、まあ、保険営業をしている、我々のために勉強会を開いてもらったことがあって、うんうんうん、その時に、はい、ご縁ができた、うん、村上先生、はい、のセミナーを昨年も、うん、新春企画ということで、うんうん、MCA プレゼンツでさせていただきましたが、うんうんうん、今度ですね、はい、弊社が8月が周年月ということで、う
周年月企画で8月19日の、うん土曜日、うん場所が沖縄市にあります、はい、東京第一ホテルグランメールリゾートの、うん2階のバンケットルームで、13時から、はい、また、村上セミナーを開催させていただくことが決定いたしました。イエーイ。もう前回も101名の方に参加をしていただいて、うん、もうこんなセミナー聞いたことないと、うんこれが企業だけ個人だけじゃなくてですね、うん、ある法人の経営者の方にも大変、響いたということで、うんその後社内にもこの話を伝えたいということで、うんはい、我々、ねありましたね、行かせていただいたじゃないですか、はい、あれがきっかけで行きましたけども、うん、やっぱり村上先生の話の、うん1000分の1ぐらいしか伝えきれませんので、はい今回もですね、うん、定員がおそらく100名ちょっと入らないかもしれません、うん、今度、うん、ただ、めったに聞けない、うんお話なので告知をずっと続けていきますが、うん、ぜひ一人でも多くの方にね、そうですね、いただきたいなと思いますので、うんはいよろしくお願いします。うん河村さんのおかげでね、はいご縁をいただいた村上先生とのセミナーがまた開催できるということも、うん重ねて告知させていただきます、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、はい新春第一発目のゲストが、はい三度ブラスト工房の代表である奥間由紀恵さんに来ていただいて、お話をしました。はい、もう由紀恵さんは、うん引っ張りだことね。そう、もうだってすごい活躍だもん。あちこちでね、あと PTA であったり、なんだっけ、観光業協会とか、うん、本当にどこもね、トップで立って人を引きつける力もあるし、すごいなって思いますね。うん。やっぱり若い女性の本当に鏡じゃないかなというふうに思います。うん一緒にいても、うん、もう年齢だけは一回り僕らの方が上なんですけど、彼女といて勉強になることばかりいっぱいですよね。とてもじゃないけど、うん、あの裁きは裁きでもすごいよ本当に。あの方にはできないよ。うんね私たちより上みたいよね。じゃない、うん、年下なんだけどね、この心遣いであったり、うん、このやってること、うん、すごいよ。うん、でちゃんと母親もやってるし、うん、奥さんもやってるし、うん、で会社もね、ちゃんとやってるし、うん、で地域のこともやってるし、うん、本当もうすごいですね。まあ、サンドブラスト工房の、紹介とはちょっとずれるかもしれませんが、はい丸政作業主店の、うんお嫁さんと、はい、いうことで、うん当然お酒のこと、うん、プロなんですけども、はい青森のみならずですね、うん今日本酒のモーターも沖縄で販売ができる、うん流れを彼女は作っています、はいぜひ、リスナーの方々もですね、うん、美味しいクボタを手に入れたいと思ったら、うん、沖縄市ギャラハンにあります、うん丸政洋酒店、はい、そして飲食業営んでおられる方にも、ぜひ、お声掛けをいただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ゆきえさん、またありがとうございました。飲みましょう。飲んであげてください。お願いします。お願いします、はい続いての放送が、1月22日23日だね、はい、の放送になりました、iPhone クリニックの、店長金城さんに、はい来ていただいて、うん、お話をいただきました、うん、金城さんはもう同じ、株式会社エイトのグループで別の事業に、うんはいはい今現在は移ってまた大活躍をしてるんですけども。あそうですね、なんかすごく誠実なお人柄だなと思いました。うんうんね、はい その話を、うん、話してみてくれる。うん一つ一つ本当に丁寧に答えていて、うん、でその前からねどういうことを、うん、自分でいろいろと考えてきてたでしょ、うん、これを話したいとかっていう思いを、うん、ですごいなと思いましたね、うんうん、ただ来てただその場で話すとかではなくて前もっていろいろと準備もされてたっていうのもあって、うん、本当に誠実で一生懸命でした。私たちも、うん、金城さん見て思ったのが、うん、ゲストにお招きしてお時間をいただいてるからには、はい、きちんとした形で、うん本当に話したいことを話 していただけるような、うんパーソナリティじゃないと、はい、失礼に当たるなというのを金城さんに学ばされて気づかされたのを思い出します。はい、おそらく、はい、株式会社エイトさんって、うん門倉専務なんかも厳しいと思うので、はいそういう中で、うん与えられている時間はきちんとやらんといかんということだったと思うので、うんこれからも、はい、ちょっと我々もまた意識を変えてですね、うん
やっていきましょう。はい、ありがとうございました。はい、続いて、はい、もうちょっとやっぱり思いが多すぎてこのままだと最後までいきそうです。続いて、はい、が2月10日放送の、はい、もうパーソナリティとして、パーソナリティじゃない、失礼しました、司会としてさまざまな、イベントや、うん、ブライダルや、うん、で大活躍している、木内久子さんに来ていただきました。うん、はい、その時の思い出。うん、イークも、うん、昔から本当に苦労してたんだなっていうのが分かったんですよ。うん、いつも明るいし元気だしっていうのがあって、うん、こういうことを乗り越えてこそこの明るさっていうのは出てきたんだなっていうのが分かりましたね。うんうん、だったね。うん、僕も普段からね、うん、もう底抜けに明るい子しか見てなかったので、うん、この司会という仕事に、入っていく、うん、導入の部分とか、はい、あるいはよしこれを営むんだと、うん、言おうとするんだと思った時のスタートの苦労だったりとかっていうのを聞いた時に ね、はい、なるほど、うん、ケミで言ったみたいに、うん、あの苦労があったからこそ、うん、あの明るさがあるんだなというふうに思うし、うん、これからもね、はい、頑張ってもらいたいなと思いますが、なんか昨日ぎっくり腰したらしい。だから大丈夫かな、ちょっと心配だけど。ジャズサイズの時にね、はい、なんか準備が足りなかったのかもという本人の談がありましたが、うんうんうん、どうなってるんでしょうね。いろいろまたね、仕事がずっと控えてるみたいなので、ちょっと心配ではありますけど ね、はい、後でちょっと問い合わせしてみたいと思います。うん、お願いします。早く良くなりますように、はい、けど休むことも大切です。うん、大事にしてくださいね。はい、続いてが、2月24日で、うん、沖縄市上地にあるヤムチャ禅の、お二人に来ていただきましたね。はい、最近、はい、僕らもあまり、お伺いすることができてないんですが、はい、二人の軽快な大阪弁当ということで、そうだね、うん、楽しい時間でしたね。乗っ取られたような番組でね。そうそうそう、はい、そんな放送でした。うん、変わらず頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいませんね、駆け足になります。うん、続いての放送が、あやめさんでした。はい、で、ウフの歌、うんうん、を紹介してもらって、はい、で、ウフの歌がこう書けるまで、はい、このウフの歌をあやめさんたちが歌ってると知らず、わからなかった ね。でも私たちはもうずっと昔からね、聴いてた歌だったんですけども、うん、そうそうそう、ね、まさかこういう形でまたね、縁ができるっていうのは本当ね、すごい縁、ね、感じました ね。はい、で、その縁からつながって、うん、一緒に活動されている吉田さんが、うん、先週、うん、先々週ですかね、先々週か、うん、先々週、イベントの告知を兼ねて、はい、CD 発売の告知も兼ねて、うん、お二人でここに来ていただいてお話をしましたけども、はい、あやめさんに会うそのご縁というのが、うん、イベントだったり、はね、また違う人のつながりのイベントだったりと、うんうん、いうことで、うんうん、会えていることを考えると、やはり一人一人のご縁の大切さ、そうです、ね、みたいなのを改めて感じるよね。うん、感じます、とっても感じますこれ、ね、うん、でもお二人のあのなんだろう、あやめさんが大変な時も、うん、ね、支えてくれた、うん、ね、っていうのも聞いたりとかしながら、うん、やっぱりすごいなと思いますね。まあ、プロデューサーだったり、うん、という感じだったね、お互いが、お互いのね、そうですね、そう、お互いがお互いでした ね。はい、うん、これからも頑張ってもらいたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、その次の放送が、他局になりますが、FM 読谷の日上幸マネージャーと、千葉生猿さんを、はい、ゲストにお迎えしてお届けをしました。うん、その時はその第7回新道映画祭の、はい、告知をさせてくださいということで、うん、来ましたが、やっぱりあのプロの、我々とは違ってプロのお二人でしたので、はい、緊張しましたね、私たちね。なんかテストを受けてるような感じだった。でしたね。相変わらずのエネルギーを。うん、でもあの時にまたね、いろいろと気づきがありましたね、私たち。そうだね。ね、ありましたよ。うん、はい、まだまだ生かされてないなと、うん、ね、しますね。はい、ちょっと放送の内容を工夫して、うん、努力していきたいと思います。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。その次の週が、の放送が4月23日になり、4月24日の放送ですね。はい、着物で町巡り、着物レンタル着付けチュラザクラオーナーの大峰千恵子さんをゲストにお招きして、うん、お届けをしました。うん、物腰の柔らかさというか、あの和風な雰囲気というか、うん、っていうのはやはりあのいでたちだけじゃなくてですね、言葉や物の考え方っていうんですかね、はい、うん、にも
本当にしなやかな、そうですね、さを感じさせる千恵子さんで、うんうん、これから忙しいだろうね。そうですよ、本当にもう浴衣の時期になってきてるし、うん、でやっぱり海外からのねお客様も多く、うん 多いとおっしゃってたので、うん、はい、まあ、これから夏のシーズン、浴衣、来てお出かけをするということが多いと思いますけども、うん、レンタルで、フルセットでですね、うん、お借りできるということでしたので、うん、ぜひこの夏は、はい、浴衣を楽しもうということで、チラザクラさん、そうですね、ご活用いただければなというふうに思います、うん、浴衣を着てね、お祭りに行ったり、ね、で浴衣を着て国際通りとかをね、うん、ちょっと歩いてみたりっていうのもいいかもしれないです ね、うん、我々もちょっとやりましょうよ。やりますよ。去年一回やったよな。去年やりました。ね、一度ね、うん。今年は一回だけではなくて何回か挑戦しましょう。うん、ね、はい。ぜひやっていきたいと思います。美味しいビールを飲むのも、うん、また雰囲気は違うさ。うん。格好でね。でも新さん似合ってるよ。浴衣着物、ほらちょっとやっぱりお腹出ていたりっていうのでやってるので、はい、ぜひ来てください。はい。また来たいと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。で、その次が、はい、新曲新会沖縄吉田道場館長の吉田ご夫妻、うん、富川さんと奥様とお二人に来ていただきましたが、うん、はい、すごかったね。初めて見ましたけどすごい興奮しましたね。私興奮したね。したあんなにまで真剣にやってるんだと思って、ね、すごい。で、吉田支部長にはラジオでもう、告知をしながらその沖縄で道場を開くようになった流れというのは聞かせていただいてはいたんですけど、改めてその大会の開会式の中でみどりさんがね、沖縄になぜこう新曲新会の種が落ちたのか、でそれまでどんな思いで吉田支部長が来られたのかという話を代弁してそばにね立ってもらってね話してましたけど、俺あれとても感動したんですよ。もう男だけじゃないので、うん、空手やってるんですね、はいはい、でもある会場の中が、うん、なんていうんですかね、強さと優しさに本当に溢れてる人たちばかりで、うん、すごい素敵だなと思いましたね、うん、ご夫婦で ね、うん、本当にここまで盛り上げてこれたっていうのは素晴らしいですよね。すごい大きなイベントだったでしょ、うん、あんなにたくさんな人がいて、うん、本当にこのお二人からこうやって広がっていったっていうのは素晴らしいなって思いました ね、今も謙虚でね、うん、そう、本当にあんなあれだけの大会が開催できる人なのに、うん、あんなに謙虚で謙虚に誰とも接して話をしてくれるということを考えるとありがたいなと思いますし、うん、吉田支部長ともご縁ができたのも、うん、また、那覇のね協力総研の赤嶺社 長、はい、とのご縁があって、うんうん、会えたことなので、うん、赤嶺社長もかっこいい方ですよね、この試合ね見事だった ね、また応援に行きましょう、うん、ね、ぜひ本当にちょっとした協賛だったんですけども、うん、その協賛で得られた感動っていうんですかね、はもう買い難いものだったので、うん、今後もぜひ、ご協力をさせていただけることがあればやっていきたいなと思いますし、はい、うん、ご縁が大事なんですよ、やっぱりさっきから、うん、ね、はい、赤嶺社長のおかげで吉田支部長に会えたとか、うん、で吉田支部長とこの間やり取りしてたら、うん、吉田支部長のモアイ仲間にうちのいとこがいたり、うわ、面白い、業界で頑張ってらっしゃる人がいたり、うんうんうん、やっぱりつながってるんですね、うん、どっかでね、皆さんこうご縁でつながっていくなっていうのを感じるので、うんうん、やはり一人一人を大切にしながら、うん、生きていかないかねえというふうに思いますね、うんうん、でありがとうございました。最後が、キンキンが先ほども話しましたけれども、あやめさんと吉田さんということで、うん、はい、イベントの告知をしに来ていただきました、はい、これまでの放送、本当に多くのゲストの方々に支えていただいて、うん、はい、番組を作ることができました、これからもですね、周りにいる素敵な方々に、一緒に力を借りながら、はい、番組をさせていただければなというふうに思いますので、どうぞリスナーの皆様方も、耳を貸していただければなというふうに思います、はい、今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、
それでは、もう最後になりますが、笑顔を作る保険相談サロンということで、はい、保険のちょっとお話を短くさせていただきたいなと思いますが、はい、最近ですね、はい、非常にお役に立てた事例がありました。うん、これは、アフラックさんの商品で今、テレビで、CM で流れているので皆さんこれのことだなというのは分かっていただけると思うんですが、うん、渡辺直美さんが出てる、はい、CM ですね、はい、給与サポート保険というやつになります。働けない時に給与を補助するということなんですが、ちょっと分かりやすく言うとですね、はい、おすすめしたいのはお役に立った事例で言うと、お子様嫁がれたり、あるいはもう社会に出て結婚したお子様がいる親御さんに、はい、ご提案です。もし万が一、息子さんやお嬢さんが、いやお嫁さんやお婿さんやが、お仕事を休まざるを得なくなったというような状況になったときに、日頃の生活費の中から、5万円を援助してあげるというのが数ヶ月続くとなると、おそらく親御さんの家計を逼迫すると思います。そんな時にこの給与サポート保険を、活用していただけると、わずかな掛け金です。親御さんが、まあ、50代だとします、うん、お子さんが20代だとします、うん、お婿さんお嫁さん20代だとします、はい、そういう形で、この給与サポート保険にご加入をいただくと、月5万円の援助を保険を通してやってあげることができます。家計を逼迫することなく安心して子どもたちに、ね、5万円を給付してあげるということが本当に 割安な値段でできるので活用してもらいたいなと思いますし、逆のパターンもありですかね。そうですね、お父さんお母さんに、が働けない状況になった時に5万円の援助をするというのは、やはり皆さん生活しながらなので大変です。そんな時に、契約者が息子さん娘さんで、被保険者がお父様お母様というような形で5万円の援助をしてあげられるという保険加入の方法がありますので、ぜひ、一度耳を傾けてもらえたらなというふうに思います。そうですね、保険料としても本当に安くで、ご加入していただくことができるので、若い方であれば本当に3,000〜4,000円とかで入っていただくことができるので、でわずかな保険料で安心をね、して生活をしていただくということで、ぜひ皆さんにお話ができたらなと思いますので、何かありましたらまたエミシアの方までご連絡いただければと思います。そうですね、はい、でやっぱりね、入院しての保証とかっていうのはあるんですけど、この給与サポートっていうのは入院してるときはもちろんなんですけど、家での自宅療養をしていても保証されていくというものなので、やっぱり働けなくなったってなったら収入は減っていく、だけど生活はしないといけない、家賃は出るし、で水道光熱費はもちろん、でもしかしたらそう車を買ってたらローンも払わないといけない、でその上プラス治療費っていうのが重なってくるので、より健康な時よりも出費っていうのは多いんですよ。だけど収入は少なくなるということなので、そういう時にお役に立てるのが給与サポートになっていますので、ぜひ皆さん何かありましたらエミシアまでお問い合わせをください。はい、フリーダイヤル0120-932-173になっています。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日のドリームイエミシェアいかがだったでしょうか。来週の放送は、今回の放送を、はい、再放送ということで、流させていただくことにしております。ご了承ください。はい、この番組はオールフォーカスタマーズスマイル、笑顔を作る保険相談サロンエミシェアがお送りしました。ハイサインのいつか夢が叶うまでをバックにお別れです。それでは See you next week. バイバイ。まだ映ってるかね。